Welcome to Rena My Family Channel. 皆さんこんにちは。今日はタンドリーチキン作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はタンドリーチキンをね、インドの簡単なタンドリーチキンね、タンドリーチキンを作っていきます。タンドリーチキンを作るためにいるものを今説明させていただきます。このボーンの、骨があるチキン、皮を剥いているチキンと皮を剥いていないチキン。これね、チキンはちょっと硬くてマサラが中肉の奥まで入らないから、ほとんど皮を剥いた方がいいと思います。いや、チキンは皮を剥いていくといったところで、はい、あとはヨーグルト、ヨーグルト、いつものヨーグルトですね。ブルガリアですか？そうですね。やっぱりブルガリアなんですね、ヨーグルトは。あとはレモンジュース。あ、レモンジュース、はい、おー、レモンジュース、はい、レモンジュースはあれかな、なんか何でもいいんですかね、レモンの。レモンは何でもいい。はい、あとはこれは塩、塩、ターメリック、ターメリック、唐辛子粉、唐辛子、チリパウダー、チリパウダー、ガランマサラ、ガランマサラ、これは大事なタンドリーチキン、タンドリーチキン、タンドリーチキンの粉です。これです。バーベキュータンドリーチキン書いてあるんです。タンドリーチキンのマサラですかね。実際は作るとインドのレストランに行くとこの色になりますが、タンドリーチキンは今日作るタンドリーチキンはこの色はなりません。それはなんでですか？この色をなるために赤い粉は入れますが、店では今日私たちは入れません。お、持ってないから。持ってないから。それ高いんですか？高くない、高くはない。あれは味もしないから、ね、うん、ただ色だけ。なるほど。そう、色付けのためだけの、ね、あれってことね。マサラでもないってことですね。わかりました。じゃあ実際に始めちゃっていいですか？あ、どうぞ、お願いします。皮を剥いているチキンを包丁で切ります。はい。線を入れます。ほうほうほう。肉あるところに線を入れておきます。はい。マサラが奥まで入るように、うんうんうん、このような線を入れて置きます。はい、線を切りました。 OK ですね。今度実際にこれを入れていく感じですね、チキンに。はい、チキンちょっとヨーグルトに、このヨーグルトに全部入れます。はい、あ、ヨーグルトに先に入れちゃう感じなんですね。そう、全部入れて混ぜてペースト用の、おー、へー、作ってここにつけて冷蔵庫に20分ぐらいか10分ぐらいか入れておきます、うん、なるほど。じゃあチキンに直接混ぜるわけじゃなくて、ヨーグルトに、ヨーグルトに全部入れてから混ぜるってことね。そうそう、ペーストみたいな、おー、そのペーストをつけます。ほんほんほん、はい、なるほど。いいでしょうか？はい、お願いします。レモン入れてくださいね。レモンジュース、もうすごいですね。それだけでもカレーって感じですね。このペーストで赤くなるために粉を入れるともっと赤くなる。あ、ちなみにその赤い粉の名前ってなんて言うんですか？フッドフラワーと言います。え？フッドフラワー。フッドフラワー。そうそうそう。じゃあペーストを作りました。はい、じゃあ実際に1個ずつ、1個ずつ取って切ってるところには、あ、すり込んでいく感じですね。水とかあれは入れない方がいいと思います。味が変わっちゃうから。本当レモン、レモンジュースで調整するようにして。ちなみにこのレモンジュースは本当にジュースで甘いやつなんですか？レモンジュース甘いじゃないですよ。あ、普通のレモン汁みたいな。そうですね。あ、はい、じゃあこんな感じで冷蔵庫の中に10分ぐらいか15分か20分ぐらい入れておきます。わかりました。じゃあこれを一回じゃあ寝かせましょう。はい、じゃあチキンの方がね、これ冷凍
でとりあえずあれですよね、まあ、時間がちょっとかかっちゃうんで、そう冷凍庫に入れて、まあ、20分ぐらいちょっと入れてって感じで寝かせた感じですね。そうですね。じゃあ実際に、はい、はい、やっていきます。じゃあまず油ですね。油入れます。ギーって何ですか？あの新しいなんか出てきましたね。あ、油と一緒ですけど、ギーってギーです。ギーって何っていう？日本語でもギーとギーと言う。なんかバターみたいな。そうそう、バターあバターのちょっと前です。バターのちょっと前。はい、それはあの牛の乳からできてるんですか？そうそうそう。じゃあギーをね。を入れました。入れてギーと油で一緒にって感じですね。あ、匂いがもうバターの、あのそうバターの匂い、うん、だからギーバターギーすごいですねギーね。じゃあ実際にチキンを、はい、はい、チキン入れます。おお。でこれでフライします。ディップフライします。ディップフライ。なんかあれギーって他の料理でも使ったりします？普通にカレーに。あ、カレーにも入れたりするんだ。油の代わりにはギー入れたり。あ、チキンカレーとかチキンビリヤニ作るときはギー使った方がいい、うん、あ、じゃあビリヤニ作るときはね。ギー自体はあのディップフライ終わった後は炭を火でつけて熱くしてこのような容器の中に置いて炭を置いて油を入れて煙が出るんじゃないですか。その煙を外に出ないように蓋で閉じちゃいます。最後ね、1分か2分ぐらいでいいです。炭の煙でなんか肉はもっと大きくなるイメージがあるから。炭自体をこの中に入れる？炭を容器を中に入れて、あの容器をこの中に入れる。あ、容器もこの中に入れちゃうんだ。この中に入れてあのこれをやばくして。あー、なるほどね。蓋を閉じちゃいます。あー、そうだよね。じゃないと容器が溶けちゃうもんね。そうそう。だけど今日は炭はなかったからないでいきます。まあ炭なしでもね、炭なしでも、はい、味はあまり変わらない。こんな感じでね。はい、じゃあこれで完成ですかね。はい、これをやがりお皿に移していく感じですか。はい、粉を入れると、うん、でもやっぱりお店でやるやつはほらもっと真っ赤じゃない？そう、真っ赤。うん、やっぱり色があれだよね。あの色は入れないから。ターメリック系の色だよね。はい、じゃあこれで完成ということで。はい。じゃあ実際に食べてきます。じゃあこれ、じゃあ今日これね、白米。今日はバスマティライス。バスマティライスね、普通の白米で。いやこれね、見てくださいこれ。うまそう。あ、ほら。これね、米にこうちょっとディップして、いただきます。いただきます。うん、おいしい。辛い？うん、うん、あ、後からこうピリッとちょっとくるけどでもそんなすごい辛いっていうわけじゃなくて、うんうん、あ、美味しいですね、うん、米に合いますね。うん、そうですね。じゃあこんな感じでタンドリーチキンは、ね、タンドリーチキンは終了したいと思います。今度ね、炭を使ったやつをちょっとね、うん、また、うん、炭を使うときも、うん、そんなに味は変わらない、うんうん、色、あの炭はもっと、うん、匂いか、匂いとか、うん、これは柔らかいなるイメージがありますが、うんうん、でももうこれも柔らかいじゃないですか、うんうんうん、柔らかいから、うん、はい、じゃあバレさんの締めで、はい、はい、ありがとうございました。バイバーイ。